境内より、尾道市街と尾道水道を望む仙光寺は、広島県尾道市東土道町の仙光寺公園内にある新言集系の単立寺院。3号は大宝山。本尊は、千樹観音。中国33観音第10番札所。山陽花の寺24か寺第20番札所である。境内からは、尾道の市街地と瀬戸内海の尾道水道。 向島,島島が一望でき、ここから撮られた写真が、よく観光案内などに使用されている。自伝によれば大道元年に創建され、源の水中によって最高。戦国時代には、貧乏国密義軍、木梨村木梨城主の杉原元常がこの地に出次郎、気づいている。仙光寺公園から当時へ下る道を、文学の小道として整備されている。 倉敷市に疎開していた横溝正子は、国門島の舞台の一つとして、当時の名称を借りている。また、仙皇寺山中腹には、尾道文学の館が整備されており、麓から仙皇寺に至る登山道をにて見学することができる。境内にある玉の岩には昔、光る岩があったとされる玉の岩伝説がある。鼓岩は、NHK 連続テレビ小説、鉄板では、 オープニングのシーンに出てくる大きな岩として撮影された。1976年台風17号による集中豪雨で先行寺のある山の西側斜面が崩壊。発生した土石流が下流の民家が押し流して死者が出た。ありがとうございます。